切迫する南海トラフ巨大地震や近年頻発化激甚化している豪雨災害など大規模災害はいつ発生してもおかしくありません新型コロナウイルスをはじめとした感染症の流行期にこれら大規模災害が起きた場合大人数の被災者たちが避難所で集団生活を営むことにより 爆発発的な感染拡大がが生すす。る恐れがありますこういった複合災害を防ぐため、有事における避難の在り方について、そして避難所が3密、密閉、密集、密接にならないための対策法について学習しましょう。 この動画で学習する内容はご覧の通りですそれでは順番に解説していきますこれまでも2011年3月の東日本大震災ではインフルエンザ2016年4月の熊本地震ではノロウイルスなど 避難所で感染症がが流行ししたた。ケースがありました衛生環境が悪化した原因としては断水により、手洗いや入浴ができなくなったほかトイレが不衛生な状態になったこと十分な換気ができず土足生活等による汚染が広まったこと避難者が密集していたことまた、隔離スペースが不足したこと 偏った食事やストレスにより免疫力が低下したこと、衛生物資が不足したことなどが挙げられます。それでは、災害の発生に備えて、平時から準備しておくこと、また、災害時にどう対応すべきかについて学びましょう。 まずは、平時からの準備について解説します最初に行うことは、自分の居住地域に関する確認ですハザードマップを見て、浸水による被害や土砂災害の危険性など自分の住んでいる地域にどのようなリスクがあるのかを知りましょう特に、洪水・高潮・津波の浸水想定区域と 土砂災害警戒区域に指定されている場合は、災害時の避難方法について、事前に検討しておくことが重要です。ポイントは、在宅避難が可能かどうか。例えば、洪水の浸水想定区域内であったとしても、マンションの上の階へ避難することで安全が確保できるのであれば、 屋外へ避難する必要はありません。在宅避難に備え、水や食料、またライフラインが止まる可能性も考慮し、カセットコンロや簡易トイレなどを準備しておくようにしましょう。屋外へ避難する場合は、避難先や避難方法について検討を行います。 不特定多数の人との接触機会をできるだけ減らして3密を避ける分散避難という考え方に沿って避難先を決めるようにします安全な地域にある親戚や友人の家などに避難が可能であればまずはそちらへ避難することを検討しましょうその次には市町村が開設する避難所のほかホテルや旅館 さらにはテントや車を使った避難が考えられます。避難所には、あらかじめ指定されている避難所のほか、サブ避難所と呼ばれる避難所が開設される場合もあります。サブ避難所とは、地域の集会所や消防団詰め所など、市町村が臨時的に選定・確保する避難施設のことです。また 備備蓄や非常用持ち出しし袋の準備を行いましょう。災害時には物資を手に入れることが難しくなりまた支援物資の供給にも一定の時間を要することが想定されますこのため各家庭において3日分を目標とした物資の備蓄に努めましょう災害に備えた備蓄としてローリングストックという考え方がありますこれは、 日常的に消費する食品を多めに購入し、定期的に食べながら新しいものを買い足すことで、賞味期限切れを防ぎながら食料を無理なく備蓄するというものです。アレルギーを持つ家族がいる場合などは、食物アレルギーに対応した食料品も確保するようにしましょう。また、食料以外でも簡易トイレや紙おむつ、医薬品など、 生活に必要なものを確認し、備えておくことが重要です。なお、非常用持ち出し品の準備例はご覧の通りです。あらかじめリュックサックに詰めておき、いつでもすぐ持ち出せるようにしておきましょう。この時、体温計やマスクなどの衛生用品も準備しておくようにしましょう。 続いて災害時の対応について解説しますまずは災害と避難に関する情報を入手します対象は気象庁が発表する災害情報や市町村が発令する避難情報ですテレビやラジオ各種防災アプリ防災行政無線などを通じて情報を入手しましょう 避難を行うタイミングは、高齢者等の場合は、警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始。それ以外の人は、警戒レベル4、避難勧告です。これらのレベルの避難情報が発令されたときは、速やかに避難を始めてください。ただし、警戒レベル4、避難指示、緊急は、 必ず発令されるものではなく緊急的にまたは重ねて避難を促す時などに出されるものですこのため避難指示を待つことなく避難勧告が発令されたタイミングで全員が危険な場所から避難するようにしましょうなお警戒レベル5災害発生情報は すでに災害が発生している状況です。警戒レベル5が出ても、まだ避難できていない場合は、自宅内の少しでも安全な部屋に移動したり、すぐ近くに安全な建物があれば、そこに移動するなどして、命を守るための最善の行動を取ってください。行政機関より発表、発令されている情報を入手した後は、 その情報にに基づき、避難行動に移ります。事前に検討していた避難先、避難方法を基本に、市町村による避難所の開設情報なども見た上で行動しましょう。自宅で安全が確保できる場合は、在宅避難を続け、屋外に避難する場合は、親戚や友人宅、市町村が開設する避難所などへ避難しましょう。 なお、車を使って避難をする場合、豪雨の中での移動には危険が伴います。危険が迫る前に、早めに移動するなどの対応が必要です。また、車の中で止まる場合は、エコノミークラス症候群にならないよう注意が必要です。エコノミークラス症候群とは、食事や水分を取らない状態で、 車などの狭い座席に長時間座っていることなどによって発症するもので、呼吸困難などの症状を引き起こします。このため、こまめに水分を補給したり、軽い運動やストレッチを行うなどして、エコノミークラス症候群を予防するようにしましょう。 避難所へ避難した場合は、大人数の被災者と集団生活を送ることになります。避難所での集団感染、クラスター発生を防ぐため、一人一人が感染症対策を行う必要があります。個人でできる4つの対策法について解説します。1つ目は、3密、密閉、密集、密接の回避です。 一般的に隣の人とは2メートル以上間隔を空けることが望ましいと言われていますが、難しい場合も考えられます。避難者みんなで工夫しましょう。近距離での会話は避け、食事もできるだけ分かれてとるようにします。また定期的な換気も必要です。個人でも意識して十分に換気を行うほか、 換気の呼びかけがあったときは協力するようにしましょう。個人でできる感染症対策。二つ目は、こまめな手洗い、アルコール消毒です。入り口のドアノブや電源スイッチなど、人がよく触る部分にはウイルスが付着している可能性があります。このため、 食事の前やトイレの前後だけでなく、そのような場所を触るとき、また触った後には、手洗いや消毒を行います。流水と石鹸で手を洗い、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取ってからアルコール消毒をしましょう。アルコール消毒は必ず手を乾かしてから行うこと。そして、 タオルは他の人と共用しないように心がけましょう。断水時や、また石鹸、アルコールがない場合などは、可能な範囲で手を洗い、付着したウイルスを少しでも減らすようにしましょう。個人でできる感染症対策。三つ目は、咳エチケットの励行です。 咳エチケットとは、人が咳、くしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻を押さえる作法のことです。咳やくしゃみによる感染防止のため、マスクの着用も含めた咳エチケットを心がけるようにしましょう。個人でできる感染症対策。最後、四つ目は、 体温・体調チェックの実施です避難所での生活が続く場合は体調の変化を継続的にチェックし体調が悪くなった時は避難所の運営担当者へ速やかに報告するようにしましょうこれら個人でできる4つの対策法で避難所内でのクラスター発生を防ぎましょう この動画での学習内容は以上です新型コロナウイルス感染症が危惧される中私たちは大規模災害が発生した場合に備え避難の在り方を見直しまた対策を進める必要があります 避難所の3密を避けるキーワードは分散避避難難と在宅避難です避難とは難を避けることです自宅で安全が十分に確保できるのであれば無理に移動して避難する必要はありませんまた避難先は避難所だけではありません例えば親戚や友人宅への避難ホテルや旅館などの活用テントなど なお高齢者や障害者乳幼児など避難に時間がかかる方は早め早めの避難を心がけましょう災害はいつ起こるか分かりません大規模災害と新型コロナウイルス感染症の複合災害を乗り越えるためあらかじめ避難方法の検討や家庭での備蓄 非常持ち出し袋の準備など県民みんなでしっかり備えましょう。